型紙を使って海で遊ぶ子どもたちを作りましょう。型紙の子どものパーツを使います。体にする肌色のパーツを大まかに切り、色画用紙の上にスティックのりで仮止めします。色画用紙 2,3 枚を重ねてホッチキスで留めます。画用紙の色は1色だけでなく、褐色やテールオレンジなど違う色を重ねるといいでしょう。重ねたまま型紙の線に沿って切ると体パーツが一度に 2,3 人分できます。水着やビーチボールなどのパーツも同じようにして切ります。こちらはカラフルな色を選びましょう。パーツが切れたら一人分ずつに分けます。顔や水着、浮き輪などの模様を描いたら、手や顔の向きを工夫して貼り合わせます。画用紙を重ねて貼り合わせた波の間に差し込むようにすると、海で遊んでいるように見えます。広い海に魚などと一緒に飾りましょう。